ました。で、こちらがですね、3月からこちらの資料館で閲覧可能になるということでしたので、まあ、もし皆さんですね、京都に行かれることがありましたら、まあ、見ていただければと思います。それで、あとですね、まあ、後ほど番組出演させていただいてですね、イランに行ってまいりましたので、イランの核実験ですね、今年はですね、まあ、今まで3年で、いろいろですね、やってきたですね、ビルドワークというですね、集大成としてですね、本の出版等を考えておりまして、そちらのお話も後ほど番組でさせていただければと思います。それでですね、まあ、私元神社の、まあ、神主でして、神職ということですね、やってたんですけども、今回はですね、せっかく皆さん来ていただきましたので、祝詞の方をですね、皆さんにですね、想像して、させていただければと思います。こちらの祝詞はですね、大祓いという言葉と申しまして、6月末とですね、大晦日にですね、本来は、お祓い、1年のお祓いをするというものでして、旧暦ですと、先日、節分立春が過ぎましたけれども、旧暦ですと立春がお正月ですので、その前に節分が大晦日なんですが、まあ、大晦日にですね、登場していたものということで、まあ、時期的にはちょうどよろしいかと思います。こちらはですね、まあ、大体記録上はですね、1100年ぐらい前から残っておりまして、大体ですね、実際には1500年ぐらい前に成立したのではないかと言われております。こちら内容をですね、まあ、すごく簡単に説明いたしますと、前半と後半に分かれておりまして、前半は神話の内容になっております。まあ、神話、あの天孫降臨というですね、まあ、天皇のご先祖様がですね、あの高千穂九州に降りられて、でそこから、まあ、国が発展していくんですが、まあ、国が発展していくと諸々の罪、汚れが発生してですね、まあ、それをお祓いしなければならないと。なので、まあ、お祓いしようというのが前半の内容でございまして、後半はですね、このようにお祓いしたら、浄化されていくという過程がですね、水の流れに例えられております。山の上にですね、降った水が、岩山を流れて、海へ出ていくんですね。その海へ出ていった、まあ、様々な水の神様がですね、浄化していく過程が語られております。まあ、といった内容になりますので、まあ、ちょっと 2,3 分ですね、必要なんですけれども、しばらくお聞き願えればと思います。それでは、大祓いの言葉を登場します。高尾の祓いかむずまりますすめらがぶつがむろきがむろみのみこともちてやぼらずの神たちはばかむつどえにつどえたまいかむはがりにはがりたまいてわがすめじまのみことはぼよしはらのみずほの国をおやすみとだいらけくしろしきめせとことやさしいまつりきかくやさしいまつりしくぬちにあらぐる神たちをばかむとわしにとわしたまいかむはらいにはらいたまいてことといしいわねきねえたち草のかきはをもうことやめて雨の岩から放ち雨のやゆくもういつのちわきにちわきて天下し優しい祭りきかく優しい祭りし世の国中蔵大山と日高みの国大安国と定め祭りて二つ岩根に宮柱太しきたて高間の原に一気高しきて目島の御事の水の宮らか使え祭りて雨の見かけ石の見かけと隠れまして安国と大竹く白石目さむ苦しになりでも雨の松人らが過ちを犯しきむ久々の罪ごとは天包み国包みここだくの罪で宅いでは天積宮ごとを持ちて天つかなぎをもと打ち切り末打ち出してちくらの大きくらに置きだらわして天つ姿をもどかり立ち末かり切りでやはりに取り裂きて天つのりとのそのりとごとを乗れ宅ならば天つかみは雨の岩と押し出して雨のやゆもいつのうちわきにうちわきで一歩締めた国つかみは高め山の聖域山の聖域登りまして高山の寄り引山の寄りをかき分けて一歩締めた荒引き打ち持ちに召してば罪という罪は荒らしと謎の風の雨の親役も大きい放つことのごとく明日の見切り夕べの見切りを朝風夕風の吹き払うことのごとく大津辺におる大船をへどき放ち友どき放ちて大海原に押し放つことのごとく
落ち方の刺激が元焼き釜の音釜持ちて打ち払うことのごとく残る罪は嵐と払えたまい清めたまうことを高山の末引き山の末より